シリア砂漠の地理的一シリア砂漠は、シリア、ヨルダン、イラク各国の内陸部にまたがる砂漠地帯。ステップと砂漠の複合した植生の荒れ地である。西は、シリアのオロンテス川渓谷。東はシリアからイラクへ流れるユーフラテス川渓谷に、及ぶ。北は、シリア北部の肥沃な草原、森林へ至り、南は、 ネフド砂漠などアラビア半島内陸の砂漠へとつながる。砂漠の中にはパルミラをはじめ多くのオアシスがあり、砂漠を横切る対象の中継地となってきた。シリアの首都ダマスカスもシリア砂漠のオアシス都市である。シリア砂漠の多くは高原地帯で東のユーフラテス川に向かってなだらかに低くなっており、その中に多くのワジ型タを作る。砂漠の北方には アイコールルワーク山脈、ラシード山脈、アブルジマイン山脈、ビシュリ山脈など低い山並みがユーフラテスのある北東方向へ平行に連なる。特徴的な地形にはシリア南部のエッドルーズ山地にある古い火山からの溶岩流が作った地形がある。これらの山地の南方にはハマード高原という砂漠地帯がサウジ内陸へ続く。ホムスの東、 南のルアーク山脈と北のラシード山脈に挟まれた盆地はホムス砂漠と呼ばれる荒れ地であり、その先の谷間にパルミラのオアシスがある。シリア砂漠は遊牧民であるベトウィン諸部族が古くから住んでおり、多くの部族が今もこの地域の町やオアシス周辺に作られた定住地に住む。また伝統的な遊牧生活を今も続ける部族もある。 ベドウィンが書いたセイフティックと呼ばれる初期のアラビア語の碑文がシリア砂漠の各地に見つかり、多くは紀元前1世紀から4世紀に遡る。イラク戦争以後、シリア砂漠を通り、イラクとシリアヨルダンを結ぶ道は、イラクから逃れる難民やイラクに入る民兵、イラクから出入りする物資や武器の密輸ルートとなっており、シリア砂漠に接するイラク西部のアンバール県を拠点と、 するスンに派民兵が抑えている。ありがとうございます。